が滅ぶなら最後のその直前まで愛するあなたと手をつないでたい、そうだ噂に聞いたんだ、二人の愛形にしたいんだ、月の土地を買ってみよう、どのあたりにしようか、何もしなくたって明日は勝手に僕らを迎えに来る、僕らは自作自演が大好きだ、そこに付随してる情報にマジなものは必要なくて、ストーリーが素敵に描ければいい、でもどこか虚しいのは